にちは、アキコダンスプロジェクトの小野アキコです。今日は股関節を柔軟にするシングルレッグサークルというエクササイズをしていきます。まず両足を揃えて仰向けになっていきます。息を吸って吐きながら右の足を上げていったら、左の肩先に向けて指先でアルファベットの G を D の字を描くようにして上げます。吸って吐いて、吸って吐いて。反対回しは骨盤が動かないように、骨盤を平らに保つようにして外回しに円を描いていきます。反対の足もやってみましょう。もし無理な場合は小さな円を描くのでも構いません。膝を曲げていても構いません。内回しに D の字を描くようにして吸って吐いて、反対の回しも吸って吐いて、吸って吐いて。このようになります。左右5回ずつ内回り外回りとやってみてください。